ばんは。ちょっと今からこの私のエコバッグちょっと縫いますね。ていうかさ、次の配信ぐらいで明日のスケジュール決めようかな。配信スケジュール明日は今日と同じじゃないです。明日ここができないから、この45分分を8時から確実にできると思うから、どっかに夕方もう一個増やして、夕方3時とかかな、ここかなに増やして、もう一個午前中もう一個増やすみたいな感じになりそう。とりあえずまた後で、時間は後でまた決めますね。明日違う、明日はこの通りできない。何色の糸がいいかな、白黒どっちだ、グレーの糸持ってないから、ちょっと待って、ね、白の方が目立たない気がする。どっちだこれ、どっち使ったんだ私、これかな、白だ。ちょっと待って、見えないよね、ごめん、ちょっと待って、リード通すの、うわお落ちた、ありがとう、ちょっと絶対は長い、これこんないらないわ。結ばないと、だから置いてる場所が低すぎて映んないっちゃって、ごめん、結ぶときはちょっと、じゃあ糸を切って、映んないネギ、今からの裁縫ちょっとどうなって、すごい、ね、内側に閉じとく、今から縫っていく。これやりづらいな、これなんかさ普通の布じゃないからさ、これ
そんなじゃないから、なんかギリギリにさ糸通すと取れちゃいそう。これそこ下もなのか。ああ。何分までだ。30分までだから27分から。これ表面だけ塗ったらさ下が塗れてないからあれだ。下の布も塗んないと。やりづらい。むず。見えないか。だけ白のまま立たないかなと思って白にした。ここの生地がさグレーだけどさグレーの糸持ってなくってさ、グレー違うな、黒と何があったっけ、白なんかあったっけ、他赤かな。そうそれしかなくって、一番白が目立ったのそうかなって、目立つけど一番マシかなと思ってしょ。あんまり大きく縫いたくないな。これ寝てんのかな、明日通ってるね。綺麗にしながら、これずっと破れて放置してたからさ、どんどん広がってるわ。早く塗っときゃよかった。これじゃない、一回一回刺した方がいいな。あー一気に糸通そうとしたらもういかないわ。僕よいしょ、作業配信見えない、ちょ見えてないかな。あここで縫えば近くだったから、ここで寝ればいける。めっちゃむずいんだけど、ここがさ範囲がどうしたらいいんだ。僕はこう持ってくるしかないか。これなんかあれだな、仮止めしといた方がいいな、待ち針で。ちょっと待ってね、思った以上にやりづらかった。ここだね。あーちょっと違う、むずい。ちょっと待って、しかも針山に刺してた針が抜けちゃった、見えないね。ちょっと待ってちょっと仮止めするわ。今よいしょ、あー止めてもずれちゃう。これ生地がバラ、一回一回頑張るしかないわもうどこ下通してんのか。ここね。で、あでも広がってんだよな。ここどうするか、どうしようかな。じゃあもっと早くにやっとけよかった
語はね、なんか一時期ハマった時なんか作ったりしてたけど、最近は全然やってないや。なんかハマった時にクッション作ったりとかしてた。ちっちゃいクッション、めちゃくちゃちっちゃいクッションだけど。あらどうなってるのか。ああなんか見つまってるよ。ちょっと待って、なんかすごいことなってる、見てほら。待って、なんでこうなった。ああびっくりした、絡まってただけか。戻った。やばいやばい、ハリボー思ってただけだった。戻った。ちょっとむずいね、これ。これめっちゃむずいわ、これ縫うの。仮止めしようと思ったのにさ、止まんないしさ、針が。これは時間がかかるぞ、反対側もあるのに。前で止めすぎて、仮止めしたいのにできない。今日中には終わるんじゃない、そんなに何時間もかかんないよきっと。やりづらいけど。よし、どうかな、手前すぎる。手に引っかかってるとか。お、でもいい感じにできたんじゃない？いい感じ、いい感じ。めっちゃ汚いけど表面。いい感じ。その昼の部当たった。当たった？おめでとうございます。今日当落なんだよね。の日、今日のお昼だっけ。皆さんどうでしたか。何作る、作るっていうよりね、直してるんだよね今これ。このなんていうの、持ち手の部分が壊れてて、これ破れてて、それを縫って修理してます。うん、ちょっと奥側で縫わないとだ。アプリケ持ってない、ゴリムの。でもなんか売ってるよね、なんか見たことある。アプリケって持ってても使わないんだよね、使う部分がなくて。手芸そんななんか作ったりしないしさ、普段使う部分がないんだこれ。残した方どうなった。ああそういうことか。ああややこしい。
裁縫してる、裁縫直してる、ここの壊れたエコバッグ、いいんじゃない、止まったんじゃない、あ、でも待って、ちょっと待って、裏気にしてたら表面が、もう一回通した方がいいな、とこれで通して、これどこに通す、ここか、よし、まあいいんじゃない、で裏で止めたい、でもなんかすぐ壊れそうだな、また壊れたら次はもうちょっとこれ修理できなさそう、あー、ここ入ってるの気になる、ちょっと待って、ここあ、取んない、ちょっと硬い、どこに通すかな、どこで止まるのにしよう、よし、ここでいいか、うん、いい感じじゃない、汚いけど止まったからいいや、止まった？OK！ で、できた、 OK！ もうちゃんとつながってる、 OK！ でもこれ反対側もあるんだよな、見てよ、これ反対側も指が貫通するんだけど、これを塞がないといけないんだよね、こっちの方がやばい、どうなってんだ、おお、これこそちょっと止めたいのにさ、止めれるかな、これぐらい、待ち針で止めたい、あー止まんない、ちょっと待って、なんで素材がちゃんと布じゃないからな、なんていうの、普通の布じゃないからさ、めっちゃむずいわ、ここも高めしちゃおうか、あ、いっか、とりあえずこれで止めたから、あれ糸抜けちゃった糸抜
もしかしてゆっくりしてたら時間がないか。で、端っこ端っこあった。で、結んで6分ぐらい、あと違う、5分か、え ?30 分だよね、終わるの。あと5分ぐらい。ちょっとのすごいな、これどっから、なんかすっごいことなってるんだよ。あと5分流して急ぎの片方に時間かけすぎた。いや、こっちはでも2回目だからきっといけるよ。さっきもこうやってなんとなくコツつかんだはず。いや、止めたら縫いやすい。さっきなんかね、止めようとしたんだけどさ、止まんなかったんだよね。よいしょ。あー、待ち針に引っかかってる。待ち針に引っかかってる。どうなってる。最初の方はさ、待ち針で止まってんだけど、後ろの方が止まってないよ。ちゃんとってまた固定して、むずい、あ、むずい、よし、いや、これでね、でして、よいしょ、マジマニアかぶっちゃう、むずい。あと3分で、あと2分ぐらいか、もうなっちゃう、25分に。短い時間、絶対無理じゃんこれ、終わらん。いや、止まってる。よいしょ。あれ、絶対無理だな、次の枠も。でも時間も決めなきゃだしな、あさってじゃないわ、明日。分かった、この合間で塗っとこう。また1時間あれば終わる、さすがに。で、次の枠で時間決めよう、明日の配信スケジュール。夕方はちょっとできないから。
その時間をちょっと45分をどっかにずらさないといけないんだけど、そのどこにずらすかを決めるね。明日は違うよスケジュール、多分明後日も違うね。明日から多分どんどん毎日変わっていくと思う。分かんないけど無理な気がする。このなんとかのジェレンは無理しようなの、どういうこと、どういうこと。あ、27分、あ、やっぱ終わんない。ちょ、でも途中までさ、途中まであのやつ一旦刺しといて、13位からランキングありますね。13位、シマアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。12位、ファイヤーさん、ありがとうございます。11位、ひのにゃんまるさん、ありがとうございます。10位、タルボさん、ありがとうございます。9位、ひろくんさん、ありがとうございます。8位、まさむねさん、ありがとうございます。7位、アイスカフェアットマークリランチュエイトのひも強化はかわいいようさん、ありがとうございます。6位が星餃子ももさんちゃんと読みか、ちゃんとした読み方わかんないさん、ありがとうございます。5位、まるさん、ありがとうございます。4位、しんさん、ありがとうございます。3位、おさむさん、ありがとうございます。2位、ひゅうがなつアットマーク毎日コツコツ強化おいしいさん、ありがとうございます。そして1位がグランツさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。皆さんありがとう。30分になったら一旦終わって、次21時半からです。次までにこれを終わらせて、絶対終わる、ちょっとあとちょっとでも終わるもん。終わらせて、ちょ、次と最後の配信、最後の句でちょっと明日のスケジュールを、明日はここの2つができないから、この2つをどこに動かすかなんだよね。時間だから夕方ぐらいかな。夜はちょっとね、この時間からこの8時からがかなって感じ、確実にできるのが。だからちょっと夜を動かせないよね、この感じだと。だからちょっとここの間とここに入れるかかな、3時とかぐらいかなって感じになりそうです。夜にもと、あ、確かに夜15分だからな、それもあり。ちょっと後でまた考えよう、あと30秒しかない。じゃあそろそろ時間、あと20秒、じゃあ次21時半からです。ちょっと明日のスケジュール決めます、配信スケジュール。じゃあそろそろ30分になるので、ありがとうございました。また後で、バイバイ。